食べ物を必要にせがんだり、寝場所を横取りする姿を見ると、猫は自分のことばかり考えていると思ってしまいます。でも、今回ご紹介するお話は、やはりそうではないということを私たちに教えてくれます。あるロシア人女性がインターネットに投稿した物語です。昨年の出来事です。当時私は郊外にあるお肉屋さんで働いていました。ある日、茶色い猫が店に入ってきました。猫は座って、お肉をガラスケース越しにじっと見ていました。同僚がこの猫を追い出しました。しかし、しばらくするとまた戻ってきて、ちょこんと座るのです。私は気の毒に感じて、この猫にお肉の切れ端をやることにしました。しかし、驚いたことに、猫はお肉に飛びつくことはせず、そろりと口にくわえて出ていきました。翌日も翌々日も同じことが起こりました。ある日、その猫は閉店ギリギリの時間にやってきたので、私は手早く片付けを済ませ、後をつけることにしました。なんと、この茶色い猫は別の茶色い猫のもとにお肉を運んでいたのです。その猫は前足を骨折しているらしく、コンクリートの上に横になっていました。私は同僚に連絡をして、手伝ってくれるように頼みました。一緒に怪我をしている猫を動物病院に連れて行きました。私は元の場所に戻って、いつも店に来ていた茶色い猫を家に連れて帰りました。前足の骨折が完治すると、私はその猫も引き取りました。このような2匹を引き離すことはとてもできなかったからです。獣医さんはこの2匹には血のつながりはなさそうだと言いました。ということは、2匹は単に路上で知り合い、助け合って生きていたのです。友情は人間だけのものではなく、動物たちの間にも存在するのです。この動画が気に入ったらいいねを押してください。また次回お会いしましょう。